サムライ塾のことです。はい、それでは続きですね、第151回の認証簿記2級第3問の類題の続きいきたいと思います。はい、じゃあその2の動画ですね。はい、では成果連結の方のね、仕分けを見ていきたいと思います。はい、こちらですねはい、じゃあ僕はねこっちの方に書いていきます。はい、じゃあいきますね。まずですね、今回は2番目いくんですけどね、これはね結構すっきりした仕様なんですよ。毎回ね、日照の2級ってね、だこれねそのままこう対応させながら仕分けを普通にやっていけばいいだけなんでね、これはすごく楽だと思います。はい、じゃあちょっと順番通りやっていきましょうかね。はいね、こんな借り方貸し方ですね。僕の場合はずっと棒線バーっと引っ張っちゃうんですよね。はい、じゃあいきましょうかね。まずですね、P 社から S1 ね、 S1 から P 社ということでね、ここが対応してますからね。はい、したがって普通通りね、まずやっちゃいましょう。はい、借り方、買掛金、まあ略してどんどん使いますね、16万ね。で貸し方、売掛金16万ということでね、債権債務はもちろん相殺します。で次ですね、貸付金と借入金ですね。はい、これも同じように借り方、借入金10万円貸し方、貸付金10万円ということでね、普通に相殺除去します。はい、で次ですね、未収入金と未払い金ですね。まあこれも普通に消しましょう。未払い金と未収入金ですね、未収入まで書きましょうね、8000円と、ね、いうことで書きますね。僕ここにくくり入れてるのはね、1個仕分け終わったらくくり入れるんですよね。うん、そうするとどこまでが仕分けかと分かりますからね。はい、で次です、売上と売上金ですね。で売上で66万ね、で貸しからですね、売上原価ですね。でね、ここまあそうですね、売減でもいいんですけど、まあ一応ちょっと仕入れにしておきますね。ちょっと仕入れ、ね、ちょっと意図がありましてね、仕入れにしておきます。で次ですね、受け取り利息と1500で、こっちが支払い利息1500ということでですね、まあこんな感じで仕分けをすればいいわけですね。これが成果連結って言います。はい、じゃあ次ですね、同じように次こっちの方に行きたいと思いますね。こんな感じで同じようにやればいいだけなんですよね。はい、じゃあいきますよ。次ですね、今度は P 社から S2 と S2 から P 社ということでね、まあここが対応してるんですが、ただしですね、ちょっと名を書きだけ最初やらないとダメなんですよね。なお S2 社では支払い利息を支払い時に計上しているため、P 社に対する期経過の未払い利息500円が未計上になっていたって言ってるんでね、何言ってるかちょっとですね、ここですね、未収収益500でこっち0ですよね、でこっち1700でこっち1200ですね、まあ、つまり500円ちょっとね、計上してなかったよって言ってるんですよ。したがってですね、連結上新たにですね計上します。借り方、支払い利息500、ね、で貸し方は未払い費用500というのを一旦これ計上しますね。そうしますとね、ここがですね、ちょっと直しちゃいますけど、ここ500になって、ね、で、ここが1700になるんですよ。ね、この仕分けありますからね。はい、ということで、これから最初やらないとダメですね。直書きです。はい。ね、うん。はい、じゃあ次ですね。これを踏まえた上でね、やっていくと、あとは普通にやっていくだけなんですね。はい、じゃあ、ガンガンいきましょう。ね、これは、まあ、売上原価使ってますからね、ちょっとこれは売原使いましょうか。売原ね。96,000と、はい、そして、こちらは益務収益使ってますね。益収にします。96,000ね。うん、まあ、ちょっと不思議な感じはするんですけどね。まあ、もとも指示通りやりましょう。あと未払い費用とですね、未払い費用と未収収益ですね。未収収まで書きましょうか。ね、さっきは未収入ね、入まで書きましょうね。どうだったっけ、あ、これか、未収入ってね、未収入金のね、金だけ取って、こっちは未収収までね、うん、ということです。はい、で次、買掛金、売掛金ですね。まあ、これを普通にやればいいわけです。売掛金と、はい、で、次が貸付金、借入金ですね。まあこれも同じようにやりましょう、ね、だこの辺がね結構楽なんですよね、実はね。だからあんまりこうね、資本連結にとらわれずにね、まずこっちからね、成果連結からやっちゃうのが一つの手です。ね。うん。はい。では次ですね。で、まあ、ちょっとね、新しい科目ですが、見新しい科目がね、出てきましたね。賃貸資産、受取家賃とですね。で、これ支払い家賃ってあるんですよね。
でこれももちろん総裁消去するんですけど、ただしですね、今回この支払い家賃ってないんですよ、こっちに、ね、支払い家賃って載ってないんですよね。うん、したがってですね、これもしょうがない、これ販管費でやっていくしかないですね。はい、したがってですね、今回はないんで販管費、ね、まあ販売費で2700、ね、あの支払い家賃があったら支払い家賃っていうのはやっぱいいんですけどね、ないんでね、しょうがないから今回は販管費でやってます、ね、でこっちはねありますもんね、これちょっと小さいですけどね、賃貸資産受け取り利息っていうのがね載ってますからね。これはこうやってそのまま減らせば OK と、ね、うん、あの普通の受け取りまあ、いいか、家賃はね、受け取り家賃にしましょうかね、受け家、ね、しときましょう、ね、はい。で次ですね、この受け取り利息と支払い利息ですね、受け取り利息とあとは支払い利息と、ね、いうことで変えていけば OK ということです。はい、よろしいですかね。はい、まあ、こんな感じでね、変えていくといいわけですね。だから成果連結はすごく楽ですね。はい、じゃあ次ですね、今度4番いきましょうね、今度 S1 と S2 ですね。まあ要するに子会社同士のやつですよね。これも普通にね、あの総裁消去すればいいだけなんですよね。はい、したかったですね、この続きで書いていきます。役務収益とですね、あ、俺さっき、あ、ちょっとすみませんね、ちょっと間違えましたね、一箇所ね、ここ間違ったか、これ逆ですね。じゃあ役務収益ね、役務収益で、売上原価ですね、すいません、ちょっと直しておいてくださいね。うん、ここね、ここですね、ちょっと間違えちゃいました。どうは大丈夫ですね、一応確認ですかね、これ大丈夫だよね。うん、改革金、うん、OK ね、 OKOK で、これも OK、 うん、これも OK ですね。でこれ今直した。これも OK、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 OK ですね。はい、じゃあ続きいきましょう。これもね、役務収益。84,000とですね。あとは、これ売上原価って言ってますからね、ちょっと売上原価に使っちゃいます。はい。そして、最後ですね、売掛金、買掛金。ね、まあ、これは普通にやっちゃえばいいだけです。84,000と、と、はい、ということでね、ここまでが終わりましたね、成果連結ね。はい、では次いきましょう。はい、今度は3と4と5ですね、3、4、5の成果連結があります。はい、今やった2番ですね、2番ですね、うん、まあ、ちなみにさっきやったのはね、資本連結、これ1番です。これ全体が1番とですね、1番、ここの1番ですね。で2番今終わりました、ね、で3番次ね、3、4、5をやっていくということです。はい、じゃあですね、見ていきましょう。次3番いきます。3番ですね、ちょっと問題文読みますと、×3 年度末と4年度末の S1 が保有する商品のうち、P 社から仕入れた商品はそれぞれ12万と15万でしたよって言ってますね。で、利益率はですね、30% ですよって言ってますね。さっきちょっと図書いたんですけどね、こちらちょっと図書いたんですけど、改めてもう一回ね、ちょっと同じなんですが、書いちゃいます。商品にね、関するところだけちょっと書きますよ。そうするとね、こういうふうになるんですよ。親会社がいてですね、で、子会社ですね、これ S なんだっけ、S1 か。はい、S1 ですね。ダウンストリームですよ。ダウンストリームね。そして、今回ですね、×3 年末っていうのはですね、これ前期末ですよね。で、×4 年度末は当期末なんですよ。ね、ここの表現使ってますから、要は。ね、これですね、これが当期なんですよ、要は。ちょっとこれ塗っちゃうかな。これがね、要するに当期っていう意味なんですよ。ね、これが当期。ね、ちゅうことは、ここ当期なんですよね。そうですね。こういうことなんですよ。ということは3年は前期なんですよ。いいですよね。したがってね、前期末ですね、前期末と、まあ、当期末のですね、それぞれ在庫があるわけですよね。それが12万円と15万円って言ってるんですよね、と15万円って言ってるんですよ。 OK ですかね。そしてこの中にですね、内部利益が入ってるんですよね。それがそれぞれ 30% のね、利益率ですよって言ってるんで、30% かけてあげますとね、これで内部利益、
が計算できますね。前期末においてはですね、3万6千分内部利益入ってて、要するに未実現利益ですね、入ってて、で15万かける 30% の当期末に関してはですね、4万5千円の内部利益が、未実現利益が入ってるという、こういうことなんですよ、ね、まずこれを用意します。 OK ですかね。これがダウンストリームの場合です。ダウンストリームね、あのアップだったらね、あの同じようにやるんですが、ただ各図は上ですからね、アップの場合ね、ここに書きますから。でもうすでにね、アップストリームもハイに入っちゃってますからね、すでにね、うん、だからアップかダウンか両方出る可能性があるんでね、アップでもダウンでもできるようにはしてください、ね、今回はダウンストリームです、ね、ダウンストリームね、ストリームと、ね、はい、じゃあいきましょう、ね、まずですね、これ同じ考え方でやるんですよ。どういうことかというと、成果連結でもね、資本連結と同じような考え方でやるんですよ。つまりね、まず開始仕分けをしないといけないんですよ。開始仕分けね。そして当期の仕分けっていう順番でやるんですよ。まずここまで OK ですか。そしてですね、開始仕分けっていうのはですね、開始仕分けっていうのは前期末までにやった仕分けをもう一回やるっていう話ですね。もう一回やるっていう話なんですよ。したがって前期末にやった仕分けをもう一回ですね、考えないとダメなんですよ、ね、そこで僕はどういうふうに表現しているのかというと、こういうふうに僕は表現してます。つまりですね、括弧でくくっときます。こうやって、これ前期末にやった仕分けをもう一回イメージするために僕は括弧で表現するんですよ、ね、そうしますとね、前期末にやった仕分けって3万6千のですね、こういう仕分けやったはずなんですよね。貸し方商品ね、貸し方商品が3万6千、これいいですよね。で借り方ですよ、ね、3万6000なんですけど、ここです。ここね、みんな売上原価って多分暗記してると思うんですけど、ね、そのやり方でやってもいいんですが、ただね、結論からいきますと、ここは、ね、売上原価でやらない方がいいです、ね、じゃあどういうふうにやるのかというとですね、僕はいつもこういうふうにやってます、ね、松商ってやってるんですよ。ちょっと詳しく後で調べますね。松商、これ PL なんですね。松商ってやります。こうやっておきますね、ちょっと理由は後で言いますからね。そしてですね、これが前期末にやった仕分け、つまりこれ売上結果です、ね、PL の売上結果と思ってください。でこれが前期末にやった仕分けなんですよ。でこれをイメージしながらね、これをイメージしながら開始仕分けを切っていくんですよ、ここから、ね、そうしますと開始仕分けですね、もう一回この仕分けを切るんですが、ね、ただし、ね、BS 項目はそのままでいいんですけどね、これそのままでいいんですけど、ね、ここですよ、借り方ですよね、はい、思い出してくださいね。テキストのね、ご自分のテキスト、もしくはね、僕の本持ってる方は僕の本でね、ちょっと思い出していただきたいんですけどね、こういうことでしたよね。 PL 項目と SS 項目っていうのはですね、全部利益剰余金ね、期首残高に直すって話があったと思うんですよね、はい、あれを思い出してほしいんですよね。そうしますとね、今回ですよ、 PL 項目なんで、これ売上原価ですから、要はなんでね、ここが利益剰余金、期首残高になっちゃうんですよね、そうですね。ただ今回はですね、あくまでですね、今回はね、SS、つまり株主と変動計算書を作らないんで、これ利益剰余金にまとめちゃえば結構ですから、ね、だから今回は利益剰余金ってなるんですよ。ね、こういうことです。ね、いいですかね。そして、これが開始仕分けなんです。はい、そして、もう一個ですね。前期末のね、前期末の未実現利益っていうのは、当期になったら実現するんですよ。ね。これも後でちょっと見ますからね。したがってですね、この前期末にやった仕分けの逆仕分けをするんですよ。ね。これが未実現の実現っていうんですよ、ね。そうしますとね、まず商品こうやって、借り方商品3万6000ってありますよね。うん。そして、貸し方ですね。これ、期末商品なんですけど、期末商品ね、PL の期末商品、楽しだかっていう勘定科目と思ってください。PL の期末商品、楽しだかっていう勘定科目をですね、実現させるとですね、これは、期首商品、楽しだかになるんですよね。次の年になったらね。はい、これも後でちょっとまた見たいと思います。はい、つまり、ここの仕分けの逆仕分けをするんですよ。書いてみましょうかね、こんな感じ。これが未実現利益の実現という仕分けなんですよ。これを当期になったらやります、ね、そしてなおかつもう一本ですね、もう一本はこれですね、4万5000、これは普通にやればいいんです。貸し方は商品、3万、あ、じゃあ4万5000、ね、で借り方は未払、期末商品、頼んだか
4万5000円ということでやれば OK なんですよ。ね。そして今回問われてるのは、ここですね。ここなんですよ。ここの仕分けだけをカウントすればいいんです、後で。ね。OK ですかね。そうしますとね、ここ、商品相殺されてね。商品相殺されて。ね。で、ここが、借り方が利益剰余金、3万6000。で、貸し方が売上原価。3万6000。ね。そして、借り方売上原価4万5000。貸し方商品4万5000っていう仕分けが実は教科書的に書いてある仕分けなんですよ。ね、詳しく書いてない場合はですね、もうそれ暗記しろみたいな感じで多分終わっちゃうと思うんですけどね、僕はね、暗記しない方がいいと思います。ね、結論をね。うん。これちゃんとやってください。ね、理由はちょっと後でじっくりと見たいと思うんですけどね。うん。僕はね、仕分け暗記は全くお勧めしません。ね。なぜならば、僕自身がそれで全然できなかったからです。ね。暗記で止まってしまうんでね、連結ね。そうすると何にもできなくなっちゃうんですよ。ね、まだダウンストリームはいいんですけどね、これにアップストリームが加わったりね、特に1級ね、勉強しててこの動画を見てる方もいると思うんでね、言いますと、ね、1級の場合こう税効果とかむちゃくちゃ絡んでくるんですね。そうなるとね、もうちんぷんかんぷんですよ、ね、うん、暗記でやっちゃうとね。だからね、2級の時からね、しっかりとですね、これは考えながらやるようにしてくださいね。うん、ちょっと後でね、少しこうやり方も少し喋、ろうかなと思ってますけどね、とりあえずこれで、一旦終わりにしますね。まあ、この動画の中で喋るかね、ちょっと別の動画で喋るかちょっとね、まだ決めてないんですけどね。うん。まあ、できればこの動画の中でね、この話をもうちょっと詳しい話をしていきたいんですけどね。うん。まあ、ちょっとあとは時間見ながら決めていきたいと思いますね。とりあえず、この問題はこれですね。はい、したがってですね、これ売上原価になりますからね。これは売上原価としてカウントします。ね。ここも売上原価になります。ね。で、ここは相殺されちゃいます。ね。ということで、生き残るのがこれです。はい。では、次ですね。4番いきましょうかね。はい。で、4番に関してはですね、こういうふうに書かれてます。P 社が S2 から受け取っている賃借料は、建物の減価償却に 20% 加算したものになってるよって言ってるんですね。はい。つまり何言ってんのというとですね、減価償却費がですね、今回は、ここですね。この、はい。2250なんですよ。2250ね。でこれに 20% 加算が 1.2 をかけるとですね、出てきます。要するに2700円なんですよ。ね、うん。まあ、これですね、今ね。2700円となってます。はい。でですね、この2700円についてですね、連結財務諸表の作成上で修正消去仕分けを行った、消去仕分けを行った結果によって、費用収益の対応が適切でなくなる場合には、該当する費用を適切な科目に振り替えてくださいよって言ってるんですよ。これ何言ってんのと言うとですね、こういうこと言ってるんですよ。ね。このですね、減価償却費って、これ賃貸してから出てきたやつなんですね。うん。で、さらに、賃貸って誰にしてんのって言うとですね、これ子会社にやってるんですよ。ね。子会社に建物を貸してるんですよ。ね。したがって、ね。親会社と子会社ですね。まあ一つの建物を使ってると思ってください。ね、賃貸ですから。別に売ったわけでもないですしね。うん。で、しかも外部にね、また貸ししてるわけでもないですからね。あくまでこのね、親会社、子会社の中で使ってる建物なんですよ。ね、でそこから発生するですね、減価償却なんかをですね、ちょっとね、適当な科目に変えないといけないという観点からいくとですね、この賃貸資産減価償却っていうのはですね、これは普通の減価償却にね、変えた方がいいんですね。つまり、販管費にしちゃった方がいいんですよ、これ。ね。したがって、ね、貸し方、減価償却ですね。まあ、賃貸。DP。賃貸減価償却は、今ですね。2250ってやってるんですけど、これ普通のね、減価償却にしたいということで、販管費ですよ、要はね。に振り返ることをやりなさいって言ってるんですよね。いや、これはね、難しいと思います。はっきり言って。ね。多分初見でこれできた人いるんですかね。日照簿記2級の受験者でね。1級制度もね、これちょっと、ひょっとしたらできない人が多いかもわかんないですよ。日照簿記1級制度もね。うん、ということでね、ここはね、ちょっと難しいですよ、これね。うん。もちろん、だから今回、初見でできた場合は、できなくても全然問題ない、ね、レベルの問題なんですけどね。でも、一回これ出ちゃってるんでね、一回出ちゃってるんで、また出てくる可能性はちょっとあるんでね、このね、151回を解いた方はですね、まあ、次はできるようにしておいてほしいとこですね。はい。分かってしまったら全然難しい話じゃないんでね。うん。でも、いきなりこれ出されると、なんじゃこれってなっちゃいますからね。
はい、したがってね、ちょっと難しかったんじゃないかな、つうかかなり難しかったんじゃないかなと思います。はい、でラストです。これは大したことないですね。5番ね、土地の売却ですからね、まあこれは普通にやっちゃってください、ね。これ売却益が出ますよね。13万4000引くですね、12万6300で7700というね売却益が出ますから、ねね、はい、したがってね、まあこれですね、売却益って言ってますね。これなくさないといけないということで、貸し方土地で借り方土地売却益ということでね、仕分けをすれば OK ということです。はい、ということでね、今仕分けやったのはここなんですけど、これが成果連結ですね、とあとここですね、はい、あとここと、はい、ここですね。はい、今ね、僕が四角で囲んだところがいわゆる成果連結と、ね、いう部分になるわけです。はい、であとはですね、資本連結がここにあります、ね、これが資本連結いいですよね。はい、でありますんでね、あとはこれを使ってですね、これを使って、ここのですね、回答用紙に埋めていって、このね、回答用紙に埋めていって、で、足したり引いたりして、連結財務諸表を作るというのが、まあ一応成功法です。成功法ね。よろしいですかね。はい。で、次のね、一旦これ止めまして、次は表目の話に行きたいと思うんですけど、これね、二通り僕喋ろうとは思ってます。二通りね。うん。一通り目はね、からまず行くんですけど、成功法で解きます。一通り目はね。うん。つまり順番取りやります。これ埋めて込める。つまり修正証拠書の欄を埋めてから、連結財務諸表を作るっていうね、この流れで成功法最初やります。ちょっとめんどくさいですけどね、やります。ね。ただ次のですね、動画は、テクニックを教えます。ね、テクニックです。ね。うん。そのテクニックはですね、あくまで、成功法が分かった上で使ってほしいテクニックではあるんですが、ね。でも、現実問題はおそらくテクニックでやります。解くときね。そっちの方が、受かりやすいです。逆にね。うん。だからね、テクニックを次に、喋りたいと思います。ね。だから、二通りお話をしますからね。表の埋め方はね。連結生産表ね。はい。ということでね、もう連結生産表も何回か出てますからね。次また出てくる可能性も非常に高いんでね。つがもう多分どんどん出てくるでしょう、これから。ね。だから表明の仕方なんかもね、すごく大事になってきますんでね、ここからの動画もすごく大事になりますんでね、また引き続きね、じっくりと回答を埋めるというのもちょっとね、一緒に練習していきましょう。はい、よろしいですかね。じゃあ一旦ですね、ここで、ストップしましてね、次は表明の話に行きたいと思います。はい、では止めますね。